はい、今日はですねビームくんのお部屋からお届けしたいと思います。ビームくんのね、被り物といえばこちらね、ビティはもうご存知かと思いますけども、そういえばこれ久々の登場ですね。前はよくね、プーさんとかいろいろと被ってたんですけども、で今回はですね、ファンの方からなんとね衣装を送っていただいたので、そちらの紹介をしたいと思います。ビティです。はい、新しいキティちゃんをね送っていただきました。本当にありがとうございます。まあどっちかっていうとこっちの方がビームっぽいですね。ビームくんもう飽きてるみたいなので、おやつをねあげたいと思います。はい、今ねビームくんがいつも食べてるおやつはこちらです。ライオンさんから出てますつぶつぶチップ入りささみスティックです。なんでお前ツーショットなんだ。もうね絵の中に入るところがアホラニャン、さすがです。はい、じゃあねビームくんあげましょう。はい、じゃあビームくん待て、お手、はい、お手、はい、おかわり、あ、はい、先なさい、おかわりはこう、おかわりこうだよ、はい、どうぞ、はい、向こうで食いなさい。なんだよお前、カメラの前かよ。いやほんとね、このおやつが大好き。まあね、じじいさんでね、これぐらいの柔らかさがちょうどいいんじゃないでしょうかね。しかし、うまそうに食ってます。はい、じゃあね、今日は特別にもう一個おやつあげましょう。ですね、こちらですね、ボーノサルテっていうメーカーなんでしょうか、名前なんでしょうか。ドライフルーツいちごでございます。贅沢にもデザートでございます。分かった、やるから待ってろ、ほえんな。国産いちごを使った完全無添加のドライフルーツ。中身はですねこんな感じになってます。はい、まだ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 、はい、こんなねスライスされたドライフルーツになっています。これね、この間の展示会の時にねあったんですけども、こいつねそんなフルーツ食わないんですよ。でメーカーさんがビームくんにサンプルをあげまして、であんなちょびっと入って結構ねいいお値段なんで、まあサンプルをあげて、あ、やっぱりビームくん食べないな、はい帰ろうって終わるかなと思ったらね、食い上がりました。どれ、もう1枚2枚じゃ足りないようだからね、もうちょっとあげようか。ビームくんガン見です。もう撮影なんてしてないで早くよこせとアピールです。ビームくんガン見です。こちらはですねフルーツを本当に乾燥させただけなので、もちろん人間も食べれます。よりによって高いおやつを選ぶビームくん、なんだ探してんのか。ん、そっちにない、そっちにもない。見つけた。はい、ということでね、今回は、ファンの方から送ってもらった新ビティ、そしてですねビームくんがいつも食べているおやつ、さらにですね定番候補となったドライフルーツのおやつをご紹介しました。はい、ビームくん OK です。